よし。あ、これはどうしたら表紙にしたっけ？あ、声をなくして見ればいいんだろうな。そうですね。あ、入っていただいてる、はい、ありがとうございます。はい、やばい、僕はちゃんと写真も忘れないようにした。はい、よいしょ。はい。はい、なんか妙なパタパタ具合。妙な妙な、はい、切羽詰まってるわけでもなく妙な。始めますか。はい、それでは皆様こんばんは。しまく自由が丘店のミニインスタライブ、本日もよろしくお願いします。お願いします。今日はちょっとパッションさん目白から離れられない。何気に静かな感じね。え、なんかなんでしょうね、空気がちょっと静かな感じしますけど。、うん、ちょっと若干ね、盛り上げていきましょう。はい、そう、あの新店がねオープンしまして、ね、1号店の移転先ね。そうですね、オープンした。目白が3店舗になってしまった。なんかいろいろもろもろ忙しいみたいで、うん、今日は新谷さんと僕の2人で、そうです、頑張ります、やっていきたいと思います。はい、あ、行けなくて残念、今日も頑張ってください。頑張ります、頑張ります。はい、ではそんな感じで、あ、そうだ、今日のテーマ、テーマですね。そう、何にしようかなという感じだったんですけど、今回は春夏の天然素材のコーディネートということで、うん、やっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ、お願いします。一番最初はさっぱりと、でもいい感じにできたかな。はい、1本目はこちらです。麻のブラウスに、これが綿の柔らかい透け感のある感じのスカートになりますね。こちらユミリティの、そう、画面越しでこの生地感わかるかなっていう感じなんですけれども、すごい空気を含むふわっとしたいい生地ですね。肌触りもめちゃくちゃいいです。これちょっと透け感のある生地が、あの二重になってますね。こういった感じで二重になってますので、一切中の透けとか安心ですね。こちらのカーキーのスカートに、こちら朝の、あの宮部さんがライブでこの間着てたブラウスになるんですけれども、ちょっとこういった感じのシャツ襟で、あの裾があのスナップボタンになってて、こうやって前をちょっとインスタみたいに持ち上がるデザインになってまして、背中がちょっと変わってて、
こういう裾がこれボタン、これ肥沃でちゃんと止まるんですけれども、こういったあの変形のタックになってるブラウスで、こうやってちょっと華やかな色がこうやって白となんかピンクレッドとブルーってあるんですけれども、ちょっとこのカーキの感じとこのベージュがちょっと綺麗かなと思って、あえてこの感じでコーディネートしてみました。これがあの毎年あのご紹介しているフレンチリネンの朝と少し表情が違いまして、あの朝なんですけれども、ちょっと目の詰まった少し光沢のある生地感になってますね。ちょっとシャリッとした感じ、フレンチリネンはもう少しなんかクシュッと柔らかい感じなんですけれども、少しシャリッとした朝になってますね。でちょっとこのスカートがすごい綺麗だったので、これはぜひ使いたいと思ってコーディネートしてみました。もう1本目なのでさらっとなんですけれども、もういかがでしょうかっていう感じで、もうこの感じだとあんまり羽織物のイメージないかなと思って、ストールは待たないまでもちょっと手に持たしてるだけですけど、まあ寒くなったら羽織る、寒くなることはないか、お袖もありますし、まあ冷房の冷房余計の感じでちょっとストールは使っていただく感じですね。でちょっと今、まあ、これサンダルだと少し夏の予想っぽくなるので、スリッポンでいくか、このくらいもみ合っていく、この感じで、もう何でもないシンプルな感じなんですけれども、いかがでしょうかと。今回はこのスカートがやっぱり一押しですね。綿100のさらっと、ね、この生地感伝わるといいんですけど、品のあるこうやって空気を含むちょっと風でふわっとなるような生地感のスカートになってます。では早速、あ、ふわふわ揺れます羽衣フレアスカートですね。そうですね、羽衣のようなそんなスカートになってます。ちゃんとポケットもついておりますね。もうこれはちょっと一押しです。画面越しだと分かりづらいかなという感じなんですけれども、本当に見ていただくと納得いただけるスカートですね。こちらぜひぜひおすすめです。じゃあお値段の方いきたいと思います。じゃあ先にこちらのスカート綿100ですね、ユミリティのスカートがこちら3万800円になります。こうやってウエストを、前はインベルしっかりと綺麗に収まる感じにできていて、後ろがこれゴムになってますね。割と柔らかく伸びるゴムなので、サイズ感はある程度拾えるかな、9、5、11、9、11号あたりまでは入っていただけますね。下はもう本当5号7号の感じから使っていただけます。でこちらの朝のブラウス、こちらがあのね、シャンパンゴールド、ゴールドっていうほどあれですけど、まあ、ベージュ
とあと白とブルーとピンクレッドの4色になります。こちらのブラウスが、朝100ですね。こちら 16,280 円になります。あ、ワンサイズですか。そうですね、こちらのスカートは自由が丘の取り扱いだと38のワンサイズだけなのですけれども、ものとしたら多分探せばあるかな。ただサイズ感拾えますので、小柄な方はもちろん大丈夫ですし、少しウエスト周り自信ある方でも、割とこのゴムが突っ張らない柔らかいゴムなので割と履いていただけますね。ゴムの伸びた感じで80くらいありますね。なのでそのくらいを目安に。ただもうワンサイズ上もなんかあるような気しますね、これだと。これ38なので、まあ、探せばですけれども、まあ、ご入り用とあらば、お気軽にご連絡いただけたらと思います。5号から7号でも大丈夫でしょうか。5号から7号の方だったら全然問題ないですね、むしろバッチリ。ジャストウエストじゃなくて少し腰に引っ掛けて履くタイプのスカートになりますので、5号7号の方でも全然安心していただけます。うちで言うとモッチーさんあたりは全然問題ないですね。熊谷さんくらいになるとちょっと腰折りるか。XS と S になります。ちなみに XS は38表示です。そうですね、こちらイタリーの38なので、まあ XS の方だったら全く問題なく履いていただけるスカートですね。ご参考になりましたでしょうかね。ちょっとしどろもどろな話し方になってしまった。そう、イタリーの38表記は普通に S とか XS の方が履いていただけるサイズになりますね。ただゴムで伸びるので、そこは多少カバンもできるという、ちょっと上の方でも。下は5号から全然問題ないです。で、お値段言いましたっけ。僕綿100のこちらのスカート。待って、竹はどれくらいですか。あ、竹ですね、はい、よいしょ。総丈96センチですね。割と長め。ひろみさんがありがとうございますと言っていただいて。ありがとうございます。総丈は96センチになります。はい。
で、こちらの麻のブラウスがお値段が 16,280 円になります。そんな感じでちょっとなんか品のある女性な感じのイメージで合わせてみました。あんまりやらないタイプですけど僕は。綺麗ですよね。でもね、色が優しいというか、うん、ね、なんでもない感じなんですけど、なんかこんな感じでちょっと着てみていただきたいなという提案です ね。スカーフのストーンとした感じがすごい綺麗。そう、ストーンとしてて、でもふわっと、うん、歩いた時になんか空気を含む、綺麗に揺れてくれる、そんなスカートですね。おすすめです。じゃあそんな感じで新谷さんお願いします。ありがとうございます。でしたっけ、テーマが自然素材ですね。なのでちょっとなんかどうしようかなって悩ん、うん、あ、ひろみさんは華奢と伺っていますからジャストに近いと思います。あ、なんか全然見てない、うん、セミクチュールのニットを2枚一緒に買っていただいてますよね。セミクチュールのひろみさん、あーそうですね、そうです ね、はい、ね、ありがとうございます、ね、またぜひぜひ試しに、そうです ね、うん、ね、お会いしたいと思います。はい、でお待ちしております。そうですね、そうですね。、はい、ごめんなさい、何でしたっけ。ナチュラル自然素材ということで探したんですが、ちょうどいい感じに朝100のワンピースですね。これがこれを取るとなんだかお襟の、もうこれ割といつも見慣れてるのかなっていう感じの、これ怖くない、このままちょっと V キーネック的な感じの分ですよね、うん、で後ろが横にスリット入ってて、これの真っ白いのが見えるかな、前の形がちょっと長めになってるんですよ。このなんて言えばいいのかな、前だけなんかちょっと R のかかった感じになってますね。そうですね、なんかね、それがすごく横姿だったりが綺麗に見えるかなっていう、この感じなんですね。で、お袖はちゃんと折り返しがあって、色がまあこのグリーンがすごい綺麗かったので、うん、これがいいのかなと思って着てみました。と、なんとなく、あ、そうそうそう、そしてこれが割とフレンチスリーブなので、まだこのショートブーツで合わせてもちょっとかっこいいかな。そしてそれに合わせてちょっと最近ね、朝晩寒暖差が激しかったりするので、うん、ちょっとかっこつけにもなるし、かっこつけ、そう、かっこつけにもなるし、この色合わせがすごくはっきりして綺麗かなと思ったので、うん、カーディガンを肩にかけてみました、はい、こんな感じですね、うん、なんかかわいいんだがね、背中もすごい可愛いですし、ね、シルエットの出方がね、そう、すごい綺麗なんですよね、これ割と見頃とかゆったりはしてるんですけれども、それを感じさせない綺麗に縦にストンと、そう、カーディガンはこれを綿100ですね。これがこのもう皆さんも知っていただいてるかな、うん、ボタン2つ2つのタイプですね。こちらのカーディガンも結構なくなってきてますのでね、うん、
ですね。でもまだまだっていうか今いいですよね、綿のニットも。そう、ちょうどね、なんかね、羽織物としてもいいですし、ちょっとこうやって肩にかけていただいても可愛いですし、うん、あとこのワンピースがポッケがついて、この感じがまた可愛いかな。やっぱりポケットは大事ですよね。なんかね、すごい格好つけれるかな。そう、なんか使うわけじゃないんだけれども、なんか収まりが、なんかね、なんかないと寂しいかなっていうのがポケですよね、うん、結構ね。で、色違いがこちらも、うち自由が丘店ではワンピースがコーンとグリーンの2色 で、 す、ね、で、カーディガンがコーンと黒の2色になります。はい、この感じで、コーンとコーンもすごい、コーンとグリーンも綺麗なんですけど、なんとなく黒のショートブーツを履いたので、うん、もう黒で合わせて、黒に合わせてみました。こんな感じですね。で、お値段の方が、はい、なんだっけ、ワンピースの方が19,580円ですね。ワンピのグリーンがとてもいい色ですね。ありがとうございます。で、カーディガンが16,280円です。はい、もうどっちもリーズナブルですね。ですよね。結構このカーディガンなんかあったかいのかしらっていう、うん、割とだから表で涼しい時とか、クーラーで涼しい時とかはいいのかなって思います。そうですね。大丈夫ですか？終わりですか？あ、終わりですか？はい、以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。少々お待ちください。ごめんなさい。はい。はい、次はこちらですね。こちらフライガールの綿100のカットワークのブラウスと、同じくフライガールのちょっとダンガリーのパンツで合わせてみました。なんかこのパンツの生地感が、あのデニムのようにあのカシッとしてないので、もうほんと爽やかに履いていただけますね。あのデニムはほんと年中いつでも履いていただけるんですけれども、ちょっと暑がりさんにはやっぱりあの生地感は暑いみたいですので、このくらいの感じだとその雰囲気も楽しみつつ、あの春夏履いていただけるので、こちらのパンツにちょっとこちらの V 開きのカットワークのこのブラウスが可愛かったので、ちょっと合わせてみたんですけれども、さすがにこの感じはまだ見るに涼しげすぎるので、こちらの同じくもう全部フライガールですね、フライガールの緑のジャケットで、デニムジャケットで合わせてみました。なんかもうさらっと何でもない感じであるんですけれども、
なんかちょっと良くないですかって。もうここまでデニムの感じで来てるからデニムバッグでいくか。そう、ウォッシャブルダンガリーです。そうですね。そう、この生地感はちょっとぜひ近くで見ていただいた方がいいか。よいしょ。で、ちょっとこのまたリボンが可愛くて、このマルチカラーのリボン。そう、生地感がこういう。あ、涼しげでとても素敵です。ありがとうございます。ね、いよいよ涼しくなってきましたよね。こういうで割とあのウエストゆとりがある感じで、でこの生地自体も多少の伸縮が効いてるので、かなり履きやすいパンツですね。さらっと。もう全部フライガールで合わせりゃいいってもんじゃないんですけど、合わないわけはないかなという感じでまとめてコーディネートしてみました。ちなみにこのカットワークのブラウスが、あの今 V ネックでこういうちょっとお袖フリルの感じになってるんですけれども、こういったあのシャツ襟の、シャツ襟になってる半袖ですね、こちらはのタイプもございます。あともう一方あったんですけれども、そちらがなくなってしまって目白の方にあるかな。そう、この面のカットワークの生地感本当涼しげで、ちょっとこれからもう今から着ていただくのにとてもおすすめなブラウスなのでご紹介させていただきました。そうですね、ソーレース、こういったデザインになってますね。ね、さらっと柔らかい生地感なのでとても使いやすい感じですね。でもこちらはもうシマークの大おすすめのデニムジャケットで、もうこのまんま、そうちょっとここの V の空きが綺麗なので、なんかジャケットをこのねシャツに合わせてもまあいいんですけど、ちょっとシャツ襟とシャツ襟の合わせはまだちょっと首元が鬱陶しいので、今回は V 開きで合わせています。そんな感じですね。かわいい。いかがでしょうかという感じで。あと、まあ、こちらのデニムジャケットに関しては、こちらの白がお色違いでご用意が今ございますね。白は白でさらっといいのかな。これ割とシンプルにまとめてるのでグリーンが綺麗かなと思ったんですけれども、もうちょっと白だとちょっとシーズン先になっちゃうかな。あ、爽やかかっこいいです。ありがとうございます。こんな感じで今おすすめしたいですね。そして見事に全部綿の生地になってるかな。今回一応テーマが天然素材なので、やっぱり今の生地の天然素材っていいですよね。
ではこの感じでちょっとお値段の方いきたいと思います。こちらのデニムジャケットが3万1900円になります。自由が丘にあるのはこのお色2色ですね。でこちらのフリルのブラウス、フリル袖の V の、可愛いですよね。そう、これ可愛いんですよね。こちら名百ですね。これが2万と900円になります。ブラウス可愛いね。これ可愛いですよね。でちなみにこちらのシャツカラーのタイプ、後ろの方が丈が長くてってちょっと四角い感じのシルエットですね。こちらが2万9700円になります。これはこれから結構重宝していただけるんじゃないかと思うブラウスですね。でこちらのウォッシャブルダンガリーのパンツ、こちらが2万4200円になります。かわいいって、もう一緒って感じで言っていただいてます。 ありがとうございます。この人かわいいですよね、本当にそのブラウス ね、これかわいいですよね、うん、かわいいけどその V 焼きがね、そう、ここの V 焼きがやっぱり効きますね。だけじゃなくてすごい素敵ね、ここが丸首とか、うん、もうよあれだったらもうここにフリルとかあったり ねしがちなんですけれども、ここ V っていうのがやっぱりいいですね。ね、甘辛な感じですごい素敵。そんな感じで次新谷さんお願いします。はい、足元はもうね、マクケインのスニーカーでちょっと重みも足してますね。全体がちょっと軽くなりがちなので、この合わせだと。はい、じゃあお願いします。ありがとうございます。よかった、ほぼよかったです。で、私は、自然素材、はい本当に結構悩みますよね、なんか全てがそうなので。あ、パンツの色味もいいって、ありがとうございます。さっきのね、あ、ね、ダンガリーあれ可愛いですよね。あのリボンもまた可愛いんですよ、多分。そうそうそう。と今回これは、なんだっけ、メイメイ J のこの可愛い可愛い後ろがこんな感じになっているね、このね、カットソーブラウスですね。なんか本当はバサバサって嫌かなとか思ったんですけど、うん、意外とこのスカートの裾の方のシースルー具合と、なんだかこういうのもありかなって、なんかかわいい。で上がもうカルカルタンクトップなので、またもやこの子を使ってみました、うん、ブーツ推しですね。そうですね、ちょっと私の中で推しなんですよね、このショートブーツ。上がカルカルで下が重みある感じかなっていう。後ろがこれ本当に綺麗な、うん、でゴムで割と伸び伸びなので、中にあれですよね、Tシャツ、半袖の T シャツとか着ていただいても可愛いのかなって思いました。ちょっと変則なベストみたいな感じ。そう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 、そうです、そんな感じですね。ね、なかなかそのボリュームにそういうカットソーってね、そう、なんとなくね違うかななんても思いつつ、でもなんかこの素材感だとすごいシャキシャキっといいのかなって思いました、うん、ファッションさんダメでしょうか。これは全然コメントいただけないんですけどいや、あの後ろの生地のあの不白部分がちょっとシャキッと A のライン作ってくれてるので、ですよね、なんかね、そう、全体がなんかいいかなっていう、そうそう、全体がなんかカットソーの柔らかい生地だとちょっとデロンってだらしなくなっちゃうかなと思うんですけど、うん、そこはポイントなのかなと。で一応ね、なんとなくまたこれまたタンクトップなので、うん、の上を、あ、使っていきますねそうなんです、本当にこういうのって便利なんですよね。おしゃれにも見えるし、
なんかちょっと寒い時に羽織れるしっていうので、うん、かなりいい感じかなって、なんか使える麺ですよね、全部麺ですね、そのスペシャル麺ですね、よいしょっていうことで、はい、はい、お値段もうとお値段が、あれスカートお色違いがあるか、あ、そうだそうだそうだ、それ忘れてました、スカートのお色違いが、これまたちょっと待ってくださいね、いっぱい、そういっぱいあるのでそちらまで見ていただきましょうね。あ、スカートはどこのですかって、こちらはあのローブのビバプレストっていうところですね、日本の日本のメーカーさんの分なんですけど、はい、ローブさんですね、そう、このお色がすごい可愛いのがいっぱいあって、そう、お色が6色、1,2,3,4,5,6色ですね、お待ちくださいね、あ、このメイメイジェのブラすごくいいですね、ね、いいですよね、これ、ありがとうございます、あ、スカートのシルエットが見えにくいですから、ぜひ分かりやすくアップしてくださいって、はい、ちょっと待ってくださいね、よいしょ、これはまたね、すべてすごい、まずお色がこのピンクですね、はい、とこれ何？パープル、ブルー。一応ブルー。ブルー。濃いブルーですね。ですね。と、これは？これは、なんだろう、ピーコックじゃないか、これがブルー。え？これはちょっとグリーンみたいな。何？エメラルド？エメラルド。で、で、こちらが黄色で、もうかわいい、ほんとイエローって感じのね、すごいですよね、純粋にいい黄色ですね、発色の、発色一番ってぐらいのグリーンっていう感じと黒、はい、黒、これ真っ白ってなかったんですよね、真っ白はなかったですね、すごい、でもね、かわいいんですよこれ、意外とね、ターコイズ、ターコイズこのまたちょっとターコイズっぽくないですか、ちょっとグリーンの多いターコイズ、ターコイズのちょっと色を暗く落とした感じ、そう、ちょっとくすみまでいかないんですけどね、このぐらいが分かりやすいかな、そのまま暗くした感じですね、ですよね、うん、で形ですね、形すごいなんかこう、そう、1段目が割とすっきりシルエットで、そう、2段目がちょっとこのね、全部ギャザー寄せて、そうそうそう、が入ってる感じで、下がフリフリってなる、この下にね、あの裏生地が入ってないので、足の透け感がまた裾だけあって、可愛いですよ、そうですね、見えないかな、その透け感がまたポイントですね、そう、この感じのね、そう、これがすごく可愛いんですよ、うん、あ、黒かっこいいって、ありがとうございます、ね、なんかね、これには黒がちょっと使っていただけるかなっていう、もうシャキンっていきたかったので、うん、この甘々なトップス、うん、でもなんかちょっと気楽な感じのね、うん、ですね、なんかだからどれもこれもすごくいいお色、よいしょ、あれ大丈夫ですかよいしょ、こんな感じかな、うん、ね、すごい、すごい色がねえ、なんかこれは結構色迷いますね、迷いますよね、で素材的にもこれからようやくシーズン到来っていうぐらいのこの軽々涼しいお素材ですよね、あ、ん、このスカートにサッシュベルト巻いて葵の黒サンダルコーディネートしてみてほしいですって、あとで、あれですね、この、サッシュベルトコーナーがあるので、これで見たいって、これで見たい、これこの間、誰だっけ、パパーの、はい、やってるんですよね、そうそうそう、この間これ、もっちゃんが綺麗にかっこよくやってた感じですよね、あ、そう、ビビットでやってほしいです、うん、ビビットカラーで、ということで、今日は
このコーディネートで終わりです。一段ずつニュアンスが違っておしゃれです。そう、ね、おしゃれなんです。すごい可愛いんですよね。ニュアンスの変わり具合がね、やっぱ面白いですよね、うん、で、こちらのタンクトップの方が言いましたっけ、まだですよね。あ、まだ。メイジェイのタンクトップ、これ本当に可愛いんですよね。こちらが27,500円ですね。はい。あと、あのいっぱい色があったこのスカートも、これ綿生地ですごい涼しい感じなんですけど、うん、こちらの方が16,280円です。はい、よろしくお願いします。以上です。あ、以上ですか。はい、じゃあ、あ、びっくりした、おじさんが、ん、おじさんがずっと覗いてきちゃった。あじゃあよろしくお願いします。タンクの肩のところアップしてくださいって。タンクの肩のところが見たいです。肩のところと申し、そう、これがフリルがこういう感じで、すごい後ろもね、すごい可愛いんですよ。映ってるかな、映ってるかな、あ、バッチリ映ってますね。いいですかね、なんかね、うん、この感じすごい可愛いんですよ。で、これがね、意外とゴムゴムっていう感じなので、そんなゴムゴムでもないんですけどね、割と横に広げてきていただいてもいいですし、うん、そうですね、うん、なんか可愛いの、これ重ね着していただいてもすごい可愛いんですよね、うん、ということでありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあよろしくお願いします。じゃあ僕がこのスカートのやつを次やろうかな。よいしょ。僕は最後がこちら。もうまさにサッシュベルトの感じで、ちょっと今改めて提案させていただいているので、この感じで組んでみました。そのフリフリの感じがとっても可愛いってね、可愛いですよね。ありがとうございます。そう、モッチーさんはあのスカートでコーディネートしていたんですけれども、僕はこのブランベールの朝のパンツで合わせてみました。このワイド感とこのボリューム感すごいいいなって、このサラッとした生地感、分量感で、あのヘナヘナしてない、でもそんな分厚くないっていう、いいバランス感ですね。こちらのパンツに同じくブランベールのフレンチスリーブのブラウスを合わせてみました。で、ちょっとこれまた生地感を、おー、かっこいい、都会的ですね。ありがとうございます。嬉しい。そう、ちょっと麻の表面のあの熱風の感じが出てる生地感のあるパンツになりますね。で、今あのポケットしつけてあるんですけれども、ちゃんと手入ります。この分量感がすごい良くて、で、こちらの感じでもうこのまんまで着て歩いていただきたいんですけれども、やっぱりちょっと羽織は必要かなというところで、あの前回もちょっと使わせていただいたんですけれども、ブランベールの、あのもう全部ブランベールですね、メンローンの首元がボールチェーンになってる、こうやってお袖が結構大分量になってる、もうこれ自体がブラウスで使えるんですけれども、あの裾がこうやって裾がドロストで絞れるような、本当ブラウスなんですけど、ブルゾンみたいな感覚で使っていただけるものを合わせております。あのちょっといいですか、はい、
透け感があるので、この感じだと全然重たさは見えないかなと。ちょっとごめんなさい。パンツはジャストウエストですか？色違いは？こちらが自由が丘1枚だけ入ってきたので、ちょっとこの1色しかないのですけれども、他にお色あるのかな。ウエストの位置で言うと、あのジャストウエストで、まあ、履いていただけますし、ゴムが結構割と柔らかく、あのほどほどのゴム感なので、ちょっと腰の感じで履いていただいても、このウエスト周りの見え方はバッチリです。ちょっと腰の感じでも良いです。今回はちょっと、ね、サッシュベルトでちょっとウエストの位置に締めたかったので、少し上げた位置で履いていましたけれども、あのどちらの感じで履いていただいても、こちら綺麗ですね。すみませんありがとうございます。ごめんなさい、ごめんなさいはい、すみません、申し訳ない。ですね、はい、お待ちください。放送しなくてもいいよ。あ、はい、かしこまりました。そのまま。はい、ありがとうございます。こういった感じで前と後ろ両方ゴムになっている作りですね。シンコすごいってすいません、大丈夫、切ったらいいんですか。いや、大丈夫でした、ごめんなさい。サインだよね。そうですね、ありがとうございます、ね、参考になりましたでしょうか、ね、よかったらこの感じはちょっと試していただきたいですね。サイズ感はバッチリと思います。で、あ、そうだ、先ほどのこちらのちょっとスカートで言っていた、ね、このブラウスのままバッチリと思うので、ちょっとサッシュベルトとサンダルの組み合わせやってみたいと思いますね。どうしよう、ちょっと今回見せてみなかったピンクでやってみましょうかね。ね、ありがとうございます。ありがとうございます。ピンクもまた全然雰囲気変わって綺麗ですね。ある意味このブラウスが何にでも混ざる万能な感じとも言えますね。ちょっと、あ、サンダルご用意してある。お待たせしました。
足はどうなんだから。すみません。あれを差し入れると、あ、これか。ね、この感じで、サッシュベルトの黒とサンダルの黒で、ね、先ほどあの黄色のパンツ履かしてた時もあの黒のローファースニーカーであの黒の位置感をあのウエストに持ってきてると同時にやっぱり足元にも作ってあげてたんですけれども、今回も同じ感じで今回は黒のサンダルで、よいしょ、はい、こんな感じですかね。いかがでしょうか。でこうなるとあの黒使っててもやっぱり少しあの春から夏への装いの雰囲気で着ていただけるので、この感じで、ね、先ほど黄色のパンツの時はこれで合わせてたんですけど、もちろんねこの感じでもいいんですけれども、サンダルにするとより軽く、なんかそのピンクかわいいですよね、はい、それね。ねえ、綺麗なピンクですよね。すごいかわいい。ビビッドなカラーの分量感のあるスカート、夏って感じでテンション上がりますね。上がりますね。テンション上がりますよね。かわいい、爽やか、かっこよい。あ、よかった。ね、この黄色でもまた。そう、なんかね、かわいいの見るとテンション上がりますよね、本当にね。やっぱりそれ大事ですよね、テンションね。そのオリゴン具合のなんかそのサッシュがまたかわいい。かわいい色がなんか。ねえ。グリーンもまた綺麗ですしね。このグリーンがまた発色綺麗なんですよね。トップスはぴったりのニットかカットソーもバッチリかな。あ、そうですね。なんかいいのあるかな、ニット。なんかでもその中で上のキラキラの輝きと、ね、この感じがその下のカジュアル具合がすごく可愛いの、ね、妙になんか上品な感じで、そうでもなんかそのちょっときついピンクだけど可愛いっていう、ね、可愛い。これグランペールのちょっとスパンコール散らしてあるね、そう、その上、ね、ベスト、あ、それも可愛いでしょうけどね。ベストのパーカーとかでもまた綺麗かな。着ないと分かんないかね。こういう感じで合わせてみてもいいですし、もう T シャツカットソーはバッチリですよね。うん、ね、バッチリで、あえてそれが可愛いっていうか、うん、綺麗可愛いでいいですよね。もうこの感じでね。シンプルに、そう、その辺をね、もうね、絶対可愛いぞという感じじゃないですか。パーフェクトに、そう、それがそのシャツのなんかね、可愛い感じとまたなんかいい、いいです。いい。で、このブラウスのいかになんか何にでも使えるかっていう。意外とね、なんか硬いイメージに見えるけど、そう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 、っていうやつですよね。すごい綺麗に。綺麗にカジュアルに使っていただいてもいいですし、もちろんちょっと綺麗にカシッと決めていただくにもいいですし、うん、甘辛のバランスがしますですね。あ、そこそこなんです。ありがとうございます。ナイス、ありがとうございます。そうそうそう、なんですよ、ね、その感じですよね。ね、パチパチのぴったりも合わせたい、パパの。ああ、パチパチのぴったりね。今だとどの辺だろう。今そんなパチパチのぴったりは、あ、タンクトップで
はるかぐらいですよ。まあ、リブニットのこの辺は、まあ、パチパチじゃないけど割とぴったりに着ていただけるかな。だとすると普通になっちゃう。割と普通だけどね、今のその感じがすごい綺麗ね。なんかぴったりのやつあったら、やっぱりあのスパンコールのタンクとかが一番。これとかはダメなのかしら。それピタピタではない。ピタピタではないけど、まあその感じもね、綺麗ですけど。これうち上がりないですもんね、まだね、折り返しない。そうですね。あと最近結構してるこのリブタンクの感じ。あ、さっきの新谷さんが着ていた肩周りフリフリのタンク、はいはい、ですよね、やっぱりそうですよね。あの辺で合わせていただけると。そうですね、可愛いと思う。あれ、あれあります。そうそう、嬉しい。そうなんですよ、これですね。あ、こちらですね、うん、ね、こんな感じでちょっと入れちゃってもいいんじゃないですか。ちょっと入れる感じになりますけど、このね、首の具合とかまた爽やかに。ね、かわいい、かわいい、そんなかわいいです。かわいいですね。かわいいです。まあ、そんな感じですかね。さっきのカットワークのやつでもかわいいかな。あれ着てたままか。ん一番、あ、僕が2番目にあった肩フリフリのやつとかでも、かわいいかも。そんな感じですかね、すみません。だんだん分かんなくなって。オフスタンドオリジナルのフレンチスリーブ。オフスタンドオリジナルのフレンチスリーブ、あれまだこっち来てないですよね。来てないんですよね、まだ。来てないですよね、あれね。あれ、去年面のやつですよね。新しいタイプはね、来てない。うん。コッシーのノースリーブのカットソーも見たいです。あちらがちょっと今売り切れ。そう、ちょっとあ、物あったか。ありましたっけ。あのちょっとこれ売約済みなので柔道家の分はあれなんですけれども、目白にまだあったはずなので。そう、こちらですよね、ホッシーのスタンドのね。ちょっとこちらは今自由が丘の分が売約済みになってるのであれなんですけれども、この感じで綺麗ですよね。綺麗ですね。ね、この感じでいいです。すみません、ありがとうございました。あ、いえ、全然それはまだね、物としてはございますのでお求めいただけますので。そんな感じですと、パパ。はい、ね、あ、この感じでね、バッチリですね、確かに。逆に今こちらすごいあのなくなってきてるので、割と早い者勝ちのカットそうですね。ね、意外とやっぱりこの季節、はい、形のいいそのね、うん、感じがおすすめですね。おすすめなんですよね。そんな感じでしょうかね。ありがとうございます、かっこよい。ね、かっこよくなりますね、また雰囲気がね。かっこよいですよね。寂しい。じゃあそんな感じでお値段の方行きたいと思います。はい、お願いします。こちらのブランビエル、この綿100ですね、こちらのフレンチスリーブのブラウスが31,900円になります。で、こちらの牛革のサッシュベルト、
今回のやっぱり提案に必須のアイテムになってくるので、こちらもぜひおすすめしたいですね。こちらが8690円になります。なんかサンダルをアップしてくださいとのこと。あーごめんなさい、サンダルね、履かすだけ履かして。今持ってきていただきますので少々お待ちください。でこちらのホッシーのカットソーが、こちらが 16,500 円になります。 ありがとうございます。こちらがあのヤギ革のサンダルですね。すごいあの肌当たりがめちゃくちゃ良くて、でソールの厚みもしっかりね。こちらすごく気持ちいいんですよね、この辺のサンダル、うん、やっと季節到来ね、やっと追いついた、うん、なんか来ました。すごいかわいいこのサンダルの季節が、ね、こちらのサンダル3色ですね。こちらの黒とキャメルとあとこれまた綺麗な白ですね。こちらが19,800円になります。であとこういうちょっと形違うんですけど、これもヤギ革のこのチェーンのキラキラがまた綺麗なサンダル、こちらも同じく19,800円ですね。猛暑が来ると思うと気が重くなりますが、島奥さんの素敵なコーディネートを見ていると暑さに対する憂鬱感も吹き飛びます。あ嬉しい、吹き飛びましょう。もう本当にもう何よりそれが一番ですよ ね。やっぱりなんかあもう夏来るのかってげんなりするよりか、ね、よりなんかもういっぱい楽しみましょうって感じですよね。夏だからこれ着れるみたいな感じのね。そう本当にやったーみたいな感じで嬉しいです、ね、それがもう本当一番と思います。嬉しいです。でこちらのあとトングサンダル、これがまた可愛いんだな。また可愛いですよね。こちらがちょっともう少しお値段安くて 16,500円になります。このねラインストーンの具合がまたすごい綺麗で可愛い、ね、このストーンがね、もうちょっとこの辺に持ってきてあるかな。こんな感じですね。ね。可愛い、嬉しいわね。ね、嬉しいですよね。でも本当うちに来て皆さんで楽しんで、うん、いろいろね、ね、本当本当。でこちらの一応スカートもう一度お値段、こちら6色ピンクとちょっとターコイズ暗くした色とイエローとグリーンとブルー、あと黒かあですね、黒ですね、はい、あとブラックですね。こちらが 16,280円になります。で先ほど一瞬羽織で着せていたこちらのブルゾンにもなるブラウス、こちら綿ローンですね、綿100です。こちら 34,100円になります。さらっと、まあ、ちょっとスカートにはあれかな。それって裾ぎゅって絞ることできるの？かなり絞れますね。でボレロっぽくするとまたそれまたそう、ここがかなり上げられるのでですよね。こうやって、まあ、ちょっと前が閉まってないのであれですけど、うん、位置をちょっと高く使ってあげるとまたボレロの感じで可愛く使っていただけます。で差しベルト&ロングティアードスカート絶対かっこよいです、パパのです。ねこの感じちょっとイメージして履いてみていただきたいですね。この感じおすすめです。でこちらのブランベール一番最初に履かしていたパンツですね、こちらがあちょっとレーヨン入ってんのかレーヨンの朝の気づかない朝逆じゃないですね、レイヨンと朝のでも綺麗かったですよね、うん、すごいね。こちらが 31,900円になります。このパンツ綺麗なのでお
すすめです。なんかね、大丈夫かな？うん、止まってる。動いてるけど。動いてる？私の携帯が悪いのかな。止まってるの。あ、動いた動いた。あ、動いた。声出てる声。これ声ちっちゃくしてんの？あ、大丈夫。はい、はい、失礼いたしました。ごめんなさい。放送事故です。電話かかってきた。あ、大丈夫って。失礼いたしました。大丈夫です。すみません。はい。一人だけ焦ってたのは。はい。はい、どこまで聞こえていたのかちょっとわからないので、こちらのパンツが31,900円になります。とてもおすすめです。ね、色が綺麗し、そのなんかタランっていう感じが、うん、やっぱりちょっと入ってましたね。入ってましたね。はい。そう、生地の具合がね、すごいいいですね。程よいですね。うん、あの、厚すぎず薄すぎず、あんまり薄いとちょっとヘナヘナってなりそうですし、厚すぎるとちょっとやぼたくなる重みもあったりするので、いいパンツです。ね、綺麗です。そんな感じでしょうかね。お値段全部いったかな。うん。ですね。はい。はい。そんな感じで失礼いたしました。はい。なんか最後これは良かったですね。このね、よかった。ピンクチョイスがまた可愛い。ね、またピンクいいですよね。ピンクのチョイスのそのなんか光が当たった具合がすごい可愛い、うん、はい、よいしょ、はい、はい、そんな感じで、はい、すごく綺麗なコーディネートです。ありがとうございます。はい。それでは皆様、今晩もちょっと長くなっちゃったかな。あ、そうですかね。本当？なんかわかんないけど。はい。長時間ご視聴いただきありがとうございます。次回は明日やりますかね。目白店。もし明日やれば、はい、あの、島区目白の方のインスタグラムで夜8時からインスタライブやりますので、ぜひそちらもご覧ください。あと、いよいよ1号店移転しまして新店オープンしました。ぜひそちらも見に来ていただいて、そして自由が丘も、もうむしろ一番最初に自由が丘来てほしいくらいですけどね。そう、そのためのぜひ店舗の方にね、お立ち寄りください。はい、お願いします。もう楽しすぎるものいっぱい揃ってますので、本当に、うん、ね、いっぱいあります、はい、あ、とても良かったです。お疲れ様で、ありがとうございます。いや、そんな感じで、はい、締めましょうか。あ、今晩もご視聴いただきありがとうございます。それではいきます。せーの、 This is the fashion。 ありがとうございます。ね、ぜひぜひお待ちしてます。あ、明日あふれるほど入荷しますですね。またいっぱい入荷があるみたいですね。ね、あ、パチパチありがとうございます。ぜひお楽しみにしてくださいね。では失礼いたします。失礼いたします。